よし、やっていくぞ。三人が脱走か。ヒーローへの道は歩み始めた。善の行いでレベルを増加できるが、まあ、逆は逆ということか。ロングハウスが病院になっちまったのか。え？どのくらい寝てたんだ。これベティの漁館工場。ご飯がある。この形のストーブ懐かしいね。まあ、僕は見たことないけどね。石油ストーブとか家にもあったな。鏡だ。あ、鏡じゃない。なんかトロフィーが飾ってあるね。野球かな。ゴーゴーゴー。走れないね、ここは。ニック、な、何が起きたんだ。これおばあちゃんが映ってる。作りが細かい。うわ、まぶしい。これよくもこんなこと。一体何にやられたんだ。え、あいつがやったんか。この赤髪の女が。何もできなかったのか。え、この人たちも亡くなったってこと。え、誰かおらんか。おらんね。ぬいぐるみや。あれ、これってナックじゃん。これナックのぬいぐるみだよね。あ、誰かいる。女の人。え、ちょっと待って。膝コンクリートだらけや。おい、まさかベティ。ああ、ベルシン、気がついた。オーグスティンにやられたのか。あいつオーグスティンっていうか。お前のことを密告する。うわー、生々しいな。それにあの時は足をコンクリートにするのを思ってるんだと思ってね。じゃあここにいるみんな、いい条件。アコーミッシュは仲間を守る。誰もお前を責めたりなんかしないよ。だな、安心して。ベティいい人や。自分を恥じることはない。そうだろ、生まれつきなんだ。うん、けどもう俺は奴らと一緒なんだ。お前は奴らと一緒なんかじゃない。人を無差別に殺し回るバイオテロリストとは違うだろ。ん、いい人間だ。すごいな。ただちょっと指から煙が出て。表情がもう本当にすごいわ。そのせいでみんなをこんな目に合わせちまったんだ。ここまで進歩したのかゲーム。そんな風に考えちゃダメだよ。お前がそんな調子なら私はもう寝るよ。回復して元気になるには休まないとならないだろ。お前もシアトル138って書いてあったね。心配ないよ、私は大丈夫。ほら、うん、いいね。え、ベティ、びっくりした。寝ただけか。
デルシー、よかった。お前殺されるとこだったんだぞ。コンクリごときで、そんなんじゃやられねえよ。ま、そのすぐに傷が治るってのも新しい技か。ああ、そういえばその手の方はどうだ。その治った。さあね。でもロングハウス内は禁煙だろ。だな。回復の邪魔はしたくないしな。回復？やっぱり身内がね、みんな回復する見込みなんてない。そういうのになっても助けたくなるよ。死にかけてるんだ。まだわかんないだろ。でもお前が意識を失ってる間に医者が来て言ってたよ。破片は体内に入った時と全く同じ方法じゃなきゃ取り出せないそうだ。は？でもあれはオーグスティのコンクリートのパワーで。まあいいや。ならシアトルに行ってあの女とっ捕まえるぞ。おいおいおい、待てよ。お前どうやってあの女をここに連れてくるつもりだ。おい、いいか。覚えてないかもしれないが、お前ら仲が良さそうには見えなかったけどな。兄貴、俺のせいだ。だから俺がやる。おい、ダメだデルシン。まだ起きたばかりだろ。お前の気持ちはわかるが、医者が言ってた。同じ力じゃないと取り出せないんだろ。わかってるよ。あ、ってことは、オーグスティンの力さえあればいいってことだろ。おい、それはどういうことだ。俺はパワーを吸収できるんだぜ、兄貴。煙がいけたんだ。コンクリートだって。でもたまたまかもしれないだろ。な。よく考えろ。彼女に会うにはきっと何千もの DUP を倒さないといけないんだぞ。ああ、そんな感じだな。トラックで話そう。トラック？お前トラックなんて。俺のトラックか。ははっ。いや、いいね、こういうの。ワクワクするわ、ほんと。てか、お兄ちゃんめっちゃ目の下にクマができとるやん。まあ、それだけ看病疲れしとんやろ。俺の力でコンジットのパワーを吸い取りまくって。でもってついでにスペースニードルに寄り道して。本当に細かい。お前分かってるのか。描写がね。そんなことしたらどうせやり返されるだけだな。違うか。なんだよそれ。いいか、よく聞け。シアトルにはバイオテロリストが気に入らない人たちが何十万人もいるってことだ。歓迎されるわけない。なるほどな。俺は違う。そうだろ。他の奴らとは違って命を助けるんだぜ。スーパーヒーローだろ。まあ確かにパワーを持ってどう使うかだよね。してくれるってか。目を覚ませ。な、心配するなデルシン。すぐ元通りになる。治療法を見つけよう。治療？手から煙を出すなんて普通じゃない。そうだろ。普通じゃないってだけで別に直す必要なんかない。やばい、喧嘩になるぞ。だろ、ゴッホだって普通じゃなかった。ガンジーだってそうだ。けどガンジーは怖がられちゃいなかった。だろ、バイオテロリストは怖がられてる化け物。そんなこと言うやつはどいつもこいつも。くそ、まったく。ふんじゃ、こっからは歩くとするか。歩く？おい、どこ行く？おい、デルシン楽観的やな。しかもまだ鎖右腕につけとるし。おい、すっげえな。見てみろよ。おい、ほら、考え直したいなら俺は全然。おい、冗談だろ。これ最高じゃん。これ最高じゃんっていいね。これは自己防衛だぜ、兄貴。バリケード張って攻撃したんだ。バイオテロリスト相手じゃな。でも止められなかっただろう。俺だって止められないぜ。ああ、なん、おお、これはなんだ。おお、おお、すごい。もうイメージできたのか。平気か。平気？平気なんてもんじゃねえよ。新しい技を覚えたかも。R2 でスモークショットを打つ。これか。やっ。ああ、すげえ。
断然前より良くなってる。デルシン、どこが良くなってるって言うんだ。俺たちは問題を直しに来たんだろ。ったく、増やすんじゃなくてな。オーグスティンがじっと待ってるとでも思ってんのか。あのコンクリート女を倒すにはパワーが必要なんだよ。おい、それはもう考えるな。オーグスティンのところに行く方法は他にもある。他にもだって、どんなだよ。シアトルに知り合いがいるんだ。いいか、警察の仲間だ。いや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 、あいつらの力を借りて。ダメだ、レジーが入って全部解決なんて言ってる場合じゃねえだろ。なあ、この問題を解決するのはこの俺だ。そこに誰かいるの？ほら、完璧。誰か助けたいんだろ。なら早く助けに行けよ。誰か、俺はお願い。いいだろう、分かった、一緒に行こう。ダメダメダメ、いいか、スーパーポリスは兄貴の役だろ。俺は後で行くから。あー、なるほどな。ここでおとなしくしてろ。あと頼むから何も触るなよ。そんじゃ全部触ってやる。よし。おい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 、まずはお前からだな。ブラッカードローンからブラストシャードを集めて新しいパワーを手に入れよう。これか、シャードを吸収。なるほどね、4分の1。これ、 になりそうだぜ。これか、まだ使ってたのに。エネルギー不足って、煙を補給すればいいのかも。なるほどね、これか。これでよし。あ、左下のゲージが溜まっていったね。オッケー、うん、こうやってやるのか。これもちょっと偏差があるわ。オッケー、よし、オッケー。あと一つ。だからマップとか見れないのかな。詳細設定。スモークドレイン。スモークダッシュ。スモークショット。ペイントダッシュ。赤い月、通気口に向かってスモークダッシュして、屋根に駆け上がることができる。スキルみたいなもんか。近接攻撃で丸×でダッシュストライクっていうのができるんか。で強化とかも書いてあったね、今。すごいな。監視ターゲット、あー、いろんなのあるわ。オプションとセーブ、これ一応セーブしとく。ここら辺でオートセーブじゃないのか？それも設定できるのかな？もしかしたら。まぁ、あ、ちょっと、少々お待ちを。OK。6% か。あ、ここで見れちゃうのは、どうなんだろうね。動画、実況内ではちょっとやめとくか？セーブするの。いや！いいんだ。ブラストシャドウをすべて入手し、あと一つどこにあるんだ。見当たらないけどな。あっちか？あっちっぽいな。でもあれどうやって行くんだ。もっとビリビリさせてくれよ。おい、何刺激求め出してんだよ。俺っぽいよね。俺破壊できる？ここら辺。あ、ここにあるやん。ここにあるやん。よし、オッケー。おい、ダルシン、こっちに来てくれ。な、了解。あの音の正体、一体何だったと思う？いいから早く来い。救護員を乗せたバスが立ち往生してるんだ。オッケー。で、シャードを使ってどうするんだ？強化とかできるのかな。いや違うね、シャード4つ溜まったけど、まあ後で説明くるやろ。バスは諦めるように説得してるんだが、医療物資を置いていきたくないらしい。じゃあ少し待たせとけ、俺が壁を吹っ飛ばすから。デルシー、考えてることはわかるがやめとけ。空飛ぶ機械を何機か撃ち落としたんだぜ。こんなのちょろいって。やる気満々やん。他にはもっといい方法があるはずだ。オプションを押してパワー強化画面を開く。 OK、 これか。スモークウェーブ、
OK。R2 をホールドして強力な煙の爆風を発射する。OK。やるか。おお。誰にも俺は止められねえ。出るし、だからやめろ。悪いな兄貴。うるさくて何言ってるか聞こえねえ。結構スッスッ出るねこれ。本当感覚的にできるわ。出るし、俺は。あれ、悪い。入荷をしてしまった。これ大丈夫か。これか。オッケー。よし、この先は平気そうだな。あとはバスでシアトルに乗り込むだけ。よし、行こう。あれ iPhone？ もしかして。おい、なんか怪しいぞ。兄貴開けろよ、行くぞ。もしもし。ダルシン、問題発生だ。バスの乗客の一部がお前がパワー使ってるのを見ちまった。そうだね。それでお前を怖がってる。は？だから言っただろう。バイオテロリストは人気がないんだよ。じゃあなんだよ。おとなしくバスの一番後ろに座ってりゃいいのか。でも力持っとるだけでバイオテロリストって思われるのもちょっと嫌やな。バスに乗って欲しくないんだよ。お前が乗るんなら降りるそうだ。なら歩いてけよ。知るか。このドアぶち壊したっていいんだぜ。そんなことやってはダメだ。お前みたいな人間を見たことがないから怖いんだよな。無理もないだろう。あいつドア吹っ飛ばすって言ってるぞ。逃げろ。はい、ちょっと待っててくれ。いいか、橋の向こうまで運んだらすぐに戻ってくる。いいな、5分で終わる。ああ、ここで確執ができそうやな。お前を乗せるわけにはいかないんだ。5分くれ。いやー、このストーリーすごいぞ。ダルシン、な、携帯の GPS をオンにしとけ。はぐれたら使えるだろう。うん、例えば今みたいに。あ、これでマップが出たんか。オッケー。これなんかいけんかな。こういうのいろいろ探索したくなるよね。何の光だこれ。ちょっと明るいな。ちょ待って、オプションでちょっともうちょっと暗くしよう。明るすぎるわ。このぐらい、これでもまだ明るい。市民の皆様、520号線にて橋の解体作業が DUP の指示により間もなく始まります。しかしこれなんだ。全ての車両を避難させ、直ちに。それ聞いといてよかったぜ。ダルシン、こっちは向こうに着いたぞ。DUP、橋を解体。今から迎えに。兄貴いるか。おい。何が起きて。おい。兄貴やばいぞ。これ何？これもパワーか？吸い取れないな。ちょっと煙のパワー欲しいわ。あ、おい、お前ら大丈夫か？やべえ、バイオテロリスト。おい、バケモンがいるぞ。落ち着けよ。ああ、ちょ、おお、このちょっぱや回復マジ最高だな。デルシン、このパワーを楽しみだしとるやないか。おらおらおら、なあ、トンネル通りたいだけだって。ほんとだよ。ちょっと待って、これ車破壊できんか。煙が欲しいんだけどな。この辺何もない。作り込まれてんなあ。ほんと向こう敵おるぞ。もう俺のもんだ、もう俺のもんだ。おらおらおら。あ、ほんとこれ誰でもできるね、うん、ダッシュ殴りいいね。スモークショットも打ってみようか。
はいはいはい。で、こかして、あ、こかすっていうかもうこれで死んじゃうんだ。おい待てよ、マイタ、な、殺されてくれ。取り押さえる。俺たちだって化け物じゃない、みんなに伝えろ。よし、僕はできるだけヒーローという立場でやっていこう。いいね、こういうのも選択できるって面白いわ。逆にね、僕とは違う感じでね、皆さんは進めていくのも面白いと思いますよ。よし、じゃあ一旦ここら辺で終わるか。うん、もう20分になったしね。ということで、今回は終わりたいと思います。次回お楽しみに。ガチオッツ。